物資の補充、そして新たな装備の開発、あらゆる準備を済ませ、調査兵団はいよいよウォールマリア最終奪還作戦の当日を迎えた。トロスト区を出立しようとする兵士たちを民衆の声援が後押しする。かつてこれほど調査兵団が人々の声援を受けたことがあっただろうか。大歓声と夕日の中で兵士たちはシガンシナクへと馬を走らせる。かつて巨人に奪われた全てを取り戻すために。トロスト区を出た調査兵団はやがてシガンシナクに到着。エレンの硬質化能力を用いて外門の穴を塞いだ。穴は成功です。しっかり塞がってます。やった。エレン、調子は？問題ありません。訓練通り次も行きます。では内門に向かう。移動時を狙われぬようしっかり顔を隠せ。調べてきました。地面には野営道具が散乱しています。少なくとも3人が壁の上にいたようです。アルレルト、君はその頭で何度も我々を窮地から救い出してくれた。まさに今その力が必要な時だ。必要な数の兵士を動かし、内門周辺に敵が潜んでいないか探り出してくれ。周囲に異常は見当たりません。これよりアルミン・アルレルトの指示に従い捜索を続行せよ。了解。全員で壁を調べてください。人が入れる空間がどこかにあるはずです。なぜそれがわかる？お前の勘に付き合っている時間は。指揮系統を遵守せよ。我々は勝利するためにここに来たのだ。再び二手に分かれ、壁面の調査を。了解。僕らが壁の中の巨人を知っていると敵が知らないなら、そんな発想しないと踏んでいるなら、あるいはここだ。ここに空洞があるぞ。あ、ライナー！くそ！兵長！この巨人の力があと一歩命を絶てなかった。